次は終点名古屋です。はい、やっと試しております、白衣です。皆さんご存知の通り、鉄道会社は自社の路線の上に自社の車両を走らせて運行するという場合がほとんどです。とはいえ JR 東海名古屋駅から発着する列車として、他社の車両を使っているのに JR 東海の中だけで運行するという変わった列車があるようなのです。今回それに乗車していきます。よろしくお願いいたします。今回紹介するそんな変わった列車、こちらのホームライナー大垣号です。見ると JR 西日本のマークです。こちらの名板もちょっと分かりにくいですが、西日本旅客鉄道と書かれております。使われている車両は JR 西日本の 6-1系です。通常この車両は JR 東海名古屋駅から米原を経て JR 西日本の金沢までを結ぶ特急白崎として使われております。今回はホームライナー大垣という運用についているようです。まあ、ホームライナーというと通勤時間帯に全車指定席着席を保証した列車として運行されるわけですが、この列車はですね、結構面白い性質を持っているということで紹介していきます。まず一つなんですけども、 JR 西日本の車両が使われているのに名古屋駅から終点大垣まで全区間 JR 東海の区間だけで終わってしまうんですよね。そしてもう一つ、こちら時刻表をご覧ください。このホームライナー大垣の前に乗車券だけで乗れる快速が走っているのですが、それよりもですね、大垣までの所要時間が1分遅いんですよね。なぜこんな列車が存在するのか気になるところですが、ともかくですね、乗車整理券が必要ということで駅のホームの券売機で購入いたします。確実に座れてかつ特急型車両に乗れると考えると、この330円という乗車整理券結構安いと感じるんですけども、ただ乗車券だけで乗れる快速よりも遅いということを我々はすでに知っておりますので、なんかちょっとね、複雑な気分にもなります。はい、というわけで時間もねちょうどいいということで早速乗車していきます。使われている車両が JR 西日本の特急ということで、車内もですねこんな感じで JR 西日本チックな車内となっております。普段だったらこれに乗れば JR 西日本の金沢まで乗り入れるということで、その JR 西日本チックというのも納得なのですが、今回はですね JR 東海の中だけで運行されるということで、なんだかね不思議な雰囲気が漂う列車なのかなという気がいたします。はい、というわけでそんなホームライナー大垣1号大垣行き、始発駅の名古屋駅を出発していきます。車内ですねこんな感じでね非常に空いてるんですよね。着席保証というのがこの列車の売りなんですけども、このご時世だとね快速列車でもそこそこ空いてるということで、わざわざ330円の乗車整理券を買って普通列車より遅いホームライナーに乗るという客ね、ほとんどいないんですよね。そういうことを考えると運行コストに合っているとは到底見えず、非常に無駄な列車にも見えるのですが、これですね JR 東海的には全く問題がないのです。その理由は終点大垣に行く過程でわかります。名古屋を出発してしばらくすると速度東海道線名古屋地区の最高速度120キロを出していきます。とはいえですね終点大垣までの所要時間普通列車よりも遅いんですよね。これはなぜなのでしょうか。私の想像にはなってしまうのですが、2つあると思います。1つは名古屋駅の構造ですね。通常東海道線は1番線から5番線を使うのですが、今回大人の事情で、11番線から出発したんですよね。出発してから本線に入るまでにポイントをぐにゃ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 にゃんと移動しなければならないのです。そのため速度を出すことができず遅れを取ってしまうのです。そしてもう一つがその加速度です。ホームライナー大垣に使われているのが 6-1系なのですが、古い電車ということで加速度が遅いんですよね。そのため名古屋駅で取ってしまった遅れを取り戻せないという事情があるのです。ちょうど名古屋の次の停車駅尾張一の宮を出たところです。この画面では、伝わりにくいかもしれませんが、なんとなくこの加速が遅いというのがお分かりいただけるかと思います。というわけで名古屋駅の事情、列車の加速性能という2つの理由によって普通列車よりも遅いという状況になっているわけです。追加料金を払っているのに普通列車よりも遅くなってしまう理由はこれでお分かりいただけたかと思います。もう一つの謎、他社列車を自社内だけで使っている理由と、ガラガラにもかかわらずそんな列車を運行する理由は終点大垣まで行くと分かるということで、それまで椅子の紹介でもしようと思います。倒れる角度はですねだいたい30度弱です。そこまでね倒れないということで、むしろ普通列車に使われる313系の方が快適かもしれませんが、幸せなら OK です。
特急型車両のメリットはテーブルがついていることです。ここで駅弁を食べたり、それから背面のテーブルでパソコン作業することもできます。はい、というわけで列車岐阜に到着です。この駅から先、終点大垣までは西岐阜穂積大垣と駅があります。快速列車などの普通列車はこの先大垣まで各駅停車をしていきます。ただこのホームライナー大垣はそのうちの西岐阜を通過するんですね。330円払う価値、もしかするとそこにあるのかもしれません。そして穂積に泊まると次は終点大垣です。はい、というわけで大垣に到着です。乗ってきました列車は車庫に改装されていきます。実はですね、この大垣には車両基地があるんです。今ご覧いただいている映像は、昼間別の機関に撮った時ですね。名古屋と金沢を結ぶ特急白崎号の車両は金沢に車両基地があるのですが、夜の遅い時間帯に名古屋に到着した列車を再び金沢まで改装するというのはさすがに効率が悪いですよね。かといって名古屋駅に車両を置いておくことはできないということで、その途中の大垣まで改装するということをするんです。どうせ改装するなら30分ほど運行時間がある特急型の車両に330円という破格の金額で乗れるようにしているのがこの列車なのです。ホームライナーというと通勤時間帯に着席が保証されるというのがコンセプトのように見えますが、実際の本来の目的は都心部から車両基地への改装列車を旅客化したというものなんです。車内はガラガラなんですけども、ただ改装してしまうよりは収入が得られるということで、実は合理的なんです。もともとホームライナーという種別自体ですね、通勤時間帯でごった返すホームを通過していく回送列車に腹を立てたフレーマーがいたらしいんですよね。でその苦情から誕生したと言われているんです。その意味ではお客さんの需要を気にすることなく単純に車両基地までの回送を旅客営業化するこのホームライナー大垣はまさにホームライナーの名にふさわしい王道行くホームライナーとも言えるわけなんです。というわけで今回は遅い、ガラガラ、他社製品だけど存在価値がある列車ホームライナー大垣号の紹介でした。全国的にホームライナーは廃止したり特急化する傾向にあるのですが、ぜひ皆さんも素敵なホームライナーライフを過ごされてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画は以上です。よろしければ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。